レナード・ローズは、アメリカ合衆国のチェロ奏者、各オーケストラの主席奏者、ソリスト、教育者として活躍した。なお、現存しているクレモナの楽器の中で最も高いものの、一つとされている、1662年生のアマティのチェロを使用していた。シ・フェリックス・ザルモンド1918年7月27日。 キエフから移住したロシア人の両親の元ワシントン DC に生まれ、フロリダにて育つ。アマチュアのチェロ奏者であった父から手ほどきを受けた後、10歳でマイアミ音楽院でワルター・グロスマンに支持し、13歳でフロリダのコンクールで入賞した。さらには、当時ニューヨークの NBC 公共楽団で首席チェロ奏者を務めていたフランク・ミラーにも支持した。 15歳で奨学金を得て、カーティス音楽院のフェリックス・ザルモンドに学び、2年後にはアシスタントとなった。その後、20歳でアルトゥーロ・トスカニーニ時代の NBC 公共楽団に加わり、首席チェリストに抜擢された。翌年には、アルトゥール・ロジンスキ時代のクリーブランド管弦楽団の首席奏者として招聘され、1943年にロジンスキが ニューヨークフィルハーモニー管弦楽団の主席指揮者に移籍した時には同じくニューヨークに移り主席奏者となった。主席奏者として競争曲のソリストを務めることもあり、1944年に同団とエドアル・ラロのチェロ競争曲を演奏してカーネギーホールでのソリストデビューを果たした。また、1949年にはブルーノ・ワルターが指揮する同団ともに、 ソリストとして、ベートーベンのピアノ、バイオリン、チェロのための三重競争曲を録音した。ソリスト及び教育者としての活動のため、1951年にオーケストラを去った。なお、オーケストラ団員として、最後の出演はエディンバラ音楽祭での演奏会だった。競争曲のソリストとしては、ユージン・オーマンディやレナード・バーンスタインといった指揮者と共演した。また、 アイザックスターン、ユージニストミント結成したピアノ三重奏団は人気を博し、彼らと共に演奏したベートーベンのピアノ三重奏曲全集は1970年のグラミー賞最優秀室内学部門に輝いた。また、1946年からはジュリアード音楽院で教鞭を取り、多くの弟子を育てた。音楽祭などにも参加しており、ピアニストのグレン・グールド、 バイオリニストのオスカー・シュムスキーと共に、ストラトフォード音楽祭の共同音楽監督を務めた。また、スターンの誘いで1961年の第1回イスラエル音楽祭や、1973年のエルサレムミュージックセンターのコケラ落としにも参加したニューヨーク州ホワイトプレーンズで白血病のために他界した。 神経質な性格で、毎朝何時間も練習をする上、コンサート当日の午後4時には必ず、ステーキと付け合わせを食べていた。また、コンサートの1時間前にはホールに姿を現し、ウォームアップのための運動を行っていた。最初の妻をガンで亡くし、2番目の妻ジーニーヤと再婚した。1946年から、ジュリアード音楽院の教授を務めた。 教育実績を認められて、ローズは、ハートフォード大学の名誉博士の称号を得ている。弟子たちはアメリカに限らず、世界中のオーケストラで活躍しており、ローズ自身もまずは、オーケストラ団員となることを弟子に勧めた。なお、指揮者のエイリヒラインスドルフは、ボストン公共学団の優秀なチェログループの半分は、ローズの弟子であると述べている。リン・ハレルや、ヨーマ、岩崎コのように、 ソリストとして活躍した弟子もいるが、特にアイザックスターンから紹介された9歳のヨーヨーマについてローズは史上最高のテクニックの持ち主と絶賛しており、11歳、ゴローにはもうすでに最も難しい練習曲を与えていた。ローズの弟子の一人であるスティーブン・ケイツは、ローズの教育姿勢について以下のように語っている。ローズのトレーニングは明らかにさ、 モンドの伝統を受け継いだものでした。徹底していました。彼が大変関心を持っていたのは楽器を扱う上での巧みさ、音色、表現、叙情性でした。彼が学生に求めようとしたのは演奏の中である種の叙情性をはっきりさせるということでした。音の質と音楽作りのレベルに絶えず注意を払っていなければなりませんでした。 彼はレッスンで弾いてみせてくれるのが大好きで、弟子たちに自分と同じ音楽的信念を持ってもらいたいと思っていました。そして仕上げを必要とする彼の弟子たちにはそれがたくさんあったので、彼らが彼の演奏の方に合わせていくのは避けられないことでした。彼が成功したこととは弟子たちがこの美しくて自然なこの弾き方になっていったことです。すべて、 飾り気がなく率直な物事を愛しましたし、模倣はある時期には決定的に大事だと考えていたようです。ローズはジェロの弓の持ち方について、バイオリンのように小指をスティックの端につけるやり方ではいけないと考えており、スティックは人差し指の第二関節より上に出てきてはいけない、第一関節と第二関節の間が弾き始めるには良い場所だと思うと指導していた。 またビブラートについては指の柔らかいところを軸として上の方からの腕はただ逆らわずに消極的に動いて演奏されるべきだと述べている。なお、ローズはバイオリンでもこのようなビブラートのかけ方をする奏者を好むと語っておりフリッツ・クライスラーはそのようなバイオリニストの一人であったとしている。また練習の重要性を強調しており 自身は演奏旅行中でも1日に5時間は練習したと語った。また、最後の瞬間にひらめくインスピレーションに頼ることよりも、プラニングに全力を尽くすべきだと語った。1950年4月14日に、ディミトリ・ミトルプーロスが指揮するニューヨークフィルハーモニー管弦楽団とアラン・シュルーマンが作曲したチェロ競争曲をカーネギーホールで初演した。また、同じく、 シュルマンが作曲した、エレジー・フェリックス・サモンドの思い出は、ホルテュナート・アリコ、ヤッシャ・バーンスタイン、ピエール・フルニエ、ハリー・フックス、フランク・ミラー、ミッシャ・シュナイダーと共に、ローズに捧げられている。チェロの貴族、スケールの大きい名人、特別に人々の心を魅了する音と、完全無欠のテクニックに恵まれているという評価を受けている。 バイオリニストのフリッツ・クライスラーは、自らが編曲したニコロ・パガニーニの競争曲を、アルトゥール・ロジンスキーが指揮するクリーブランド還元楽団とリハーサルで演奏したとき、チェロのソロパートが終了した際に、オーケストラの演奏を止めて、それを演奏していたローズを称賛した。また、ローズがニューヨークフィルハーモニー還元楽団を去る際、指揮者のブルーノ・ワルターは、 およそチェロのために書かれた作品は彼以上に素晴らしい手の中に置かれることはあり得ないと述べている。また、ローズと室内楽を共にしたバイオリニストのアイザック・スターンは、チェロのローズとバイオリンの私はこれほど調和しているペアはほとんどいないだろうというぐらい息があったと語っており、ローズ、スターンとトリオを組んだピアニストの友人イストミンも、 ローズとアイザックは手袋をはめた二つの手みたいにぴったりと合っていると述べた。ありがとうございます。